はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。このね、チャンネルのですね、大きなネタの一つはお隣さんでございまして、お隣さんね、非常にこう日本の一番近い外国でしてですね、まあですね、向こうから国内旅行感覚で大勢の人が来ていただいてるんですけど、日本からも別に行けんことはないんですけど、まあ日本から行ってる人たちの数に比べれば向こうから来てる人の数の方が圧倒的に多いというですね、なんか片思いをされているお隣さんなんですけど、まあそれは良しとしまして、このね、近いしね、食べるものもまあ似てるって似てるわけですね。今の現代の日本人とですね、お隣さんは食べてるものもよく似てるわけですね。でですね、まあ言葉もですね、実はよく似てるんですよ。僕なんか分かりませんけどね、聞いててね、多分ね、この言葉ね、ちょっと練習したら喋れんでというふうに思えてしまう言葉なんですね。語順も一緒ですしね。で、ありがたいことに向こうはですね、そのいわゆる語彙が少ないんですよ。で、漢字のね、元は漢字なんですよ、あれみんな。で、漢字の読み方というのが、日本は音はいくつもあるでしょう。いくつもあるんですけどもですね、向こうは一つだけなんですよ。で、元がみんな漢字なんですね。なんで、だからあのハングルのですね、あれは表音文字ですから、あれはすぐに発音できるようになるんですね。まあ正確かどうか別にして。で、そうするとですね、あの語彙が少ないもんですから、こうパッパッパッとこう覚えていけばですね、単語を1000個ぐらい覚えるのはわけないと思うんですよね。だからすぐ喋れるようになるんじゃないかなという気がする。別に喋りたいとは思いませんけどね。で、よく似てるんですけども、いろいろと違うところがあってですね、もう違うところをですね、こう見るのが面白いわけですよ。で、ですね、割と真面目にですね、あのコントをやってくれてるんですね。日本から見ると、お前どう考えてもそれコントやんっていうのをですね、割と真面目にやってくれるんですよ。超クソ真面目にコントやってくれるんでですね、いや、これね、この笑わせたるっていうことで やってくれてるわけちゃうんですよ。彼らは真面目にやってるんですよ。で、それを見るのがですね、楽しいやんと。この楽しみを覚えてしまったらですね、やめられませんね、飽きるって。いや、あれですよ、お隣さんに敬意を持とうとかね、こうリスペクトしようと思ったら間違いですよ。それはそう思ったらですね、そういう人は楽しめません。でも、そういうのを全く取っ払ってですね、お隣さんはですね、あれはコント集団やと思えばですね、こんな楽しいもんないですよ、飽きるって。いや、リスペクトしようと思ったら飽きません。もうそれとは逆、真逆のですね、見方です。あいつらや面白いねんというふうにこう見合わせればですね、面白いです。で、いろんなことが起こるんですけどね、まあ、あのコントもあればですね、時々信じられへんシリアスの話もあるわけですよ。これはどっちかっていうと、でも半分シリアスかなっていう感じですけどね。JB プレスにですね、これは5月31日に載りました。韓国で衝撃の判決、SK 会長にまさかの1兆ウォン支払い命令。あのお金の単位はだいたい日本のですね、10倍で来るんで、向こうのですね、があの単位の10分の1にしとけばだいたい日本円です。今はもうちょっと低いんですけどね。まあでも大体10倍だと思っておけばですね、感覚的にはそんな感じです。1兆ウォンっていうのはだから日本で10分の1になりますから、1000億円となります。1000億円のね、判決ってね、もう日本で多く見たかなと。見たことないんちゃうかなと思いますけどね。多くの判決もなかなか出ませんからね、日本では。サブタイトルが、蔡太元会長の離婚訴訟控訴審。韓国史上最高額にということですね。ちょっと読みますね。2024年5月30日、韓国で史上最高の財産分割を命じる離婚訴訟裁判の判決が出た。争ったのは韓国財閥3位の SK グループ会長と元大統領の長女である夫人。元大統領の長女である夫人。大統領の夫人、まあ、その財閥グループの会長と奥さんがですね、元大統領の長女ということですね。1兆ウォンを超える判決で SK グループの経営への影響にも関心が高まった。まあ、1000億ですからね。あの SK って2番目3番目ですか、の財閥なんで、まあですね、
払えないことはないと思いますけどね。でも1000億ですよ。これ世界的に見ても1000億のですね、これ慰謝料かなんか知りませんけど、すごいやん、財産分割ですか。あの爆弾発言が威力を発揮したということですね。この日の判決に対して産業界は仰天した反応だ。まさかの金額だったのだ。離婚訴訟の当事者は SK グループの向こう風に言いますとチェ・テウォン、1960年生まれと言いますから64歳ですね、会長とノ・ソヨン、1960年生まれですし、ノ・ソヨン氏はノ・テウ元大統領の長女だ。ノ・テウさんというのはですね、チェン・ドーハンの次に大統領になった人ですけど、軍事政権の人ですね。だからお父ちゃんは軍人で大統領ということですね。この日にソウル高裁が出した判決は、チェ・テウォン会長に慰謝料20億ウォンに加え1兆3808億ウォンの財産分割を命じた。離婚訴訟判決で1兆ウォンを超える判決が出たのはおそらく韓国史上初めて、かっこ韓国史デスクだという。2022年12月に出た一審判決は慰謝料1億ウォン、これ多少ないですね、日本円で1000万円ですから、財産分割は655億ウォンだった。これもですね、日本円にしたらですね、66億円だと思えば、まあまあそんなもんかいという感じですけど、今回1000億円ですからね。1年半後に出た2審判決は慰謝料も財産 分割額も1審判決に比べて20倍になった。裁判の争点は、チェ・テウォンですね。チェ・テウォン会長の財産がいくらで、そのうちいくらが分割対象で、その奥さんですね、奥さんは何て言うんだかな、奥さんは、イ・ソヨン、ノ・ソヨンか、ノ・ソヨン、氏が財産措置にいくら寄与したか、つまりいくら分割するかだったと。まあですね、以下ありますけども、アホらしいからもう読みませんけど、すごいですね。すごいですね。韓国というのは未だにこう企業は全部ですね、財閥系企業も他の企業も全てですね、同族なんですね、日本風に言うと。サラリーマン会社一つもないんちゃいますかね。まだそんだけですね、その歴史が浅いというべきでしょうね。で、あと韓国人たちにとってサラリーマン会社っていうのはちょっと想像しにくいというか、価値観としてありえないのかもしれませんね。サラリーマン会社というのはですね、まあいわゆる小一族支配がない会社ですね。集団経営、集団指導みたいな、取締役会のですね、集団指導みたいな感じになりますよね。もちろん社長会長はいますけども、まあ基本そうなりますね。で、その長くても10年20年ぐらいでしょ、社長会長やる人は。だいたい5、6年で交代しますよね。そういうこう、そういう会社というものがですね、おそらく韓国人の価値観にはないからですね、誰かが支配すべきであって、それはずっと続くということになるんでしょうね。だから財閥も含めて全部が同族になってます。だからこそですね、こう一人当たりの財産数が多いわけで、とてつもない金持ちということになりますね、日本風に言うと。で、の離婚訴訟でですね、なんと1000億、1兆ウォン、すごいやん、すごいやん、そんな、ほんまに、ちょっと日本遊びに来てな、みたいな感じですね。こういうところがね、やっぱりね、日本と違うんですよ。日本ではおそらく、一人で1000億払う、まあ、1兆円ぐらいの資産を持ってる人たまにいますけどね、ほんの数人、まあでもそんな判決出えへんでしょう、普通は。で、67歳で離婚するのもかっちょ悪いですしね、はい。いや、たまにこういうのが出るからですね、うわーと思ってしまうんですよ。まあいいですけど、まあいいですけど、まあ、見てる分にはね、一言ですから、はい。ということで、この JB プレスですね、韓国で衝撃の判決、SK 会長にまさかの1兆ウォンという記事ですね、一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。